はい、どうもこんにちは、よろしくお願いします。本日も石破政権を叩いていきたいなというふうに思ってるんですが、まあ現在衆議院選挙真っ只中ということで、世論調査各紙面出してきてるんですよね。まあ各党の情勢調査というか、そういった調査が行われたのが15、16日なんですけれども、それを見るとね、自民党単独過半数厳しいんじゃないかというね、声が大きくなっているぞと。これはざまみろということですよね。で、自民党と公明党の与党ですよね、与党に対して過半数ギリギリかみたいな記事も多いんですよ。まあでも自民党単独で言ったら過半数割れしそうだということでね、もっと下がればいいのにと思うんですよ。150議席とか100議席でいいんじゃねえの、なんだったらゼロでもいいんじゃねえのとか思ったりするんですが、まあ現実的に見たところ、過半数割れが妥当なラインになってくるんじゃないのかなと思って。でもうまくいけば連立ですよね、与党で過半数割れをする可能性も十分にあり得るので、この選挙期間中はね、野党が1議席でも多く取れるように、令和新選組が1議席でも多く取れるようにね、まあ、協力して頑張っていきたいなというふうに思ってるんですけれども、まあでもこれで自民党単独過半数とかさ、議席伸ばしたとかなったら、ほんとちゃぶ台返しですよね。お前ら国民いい加減せよと、何を見てきたんじゃお前らはと、どんな思いで今まで暮らしてきたんだよと、コロナ禍を思い出せよと、何をしてくれた国がとかね、思い出してほしいんですよね。そんな思いをしながらもまだ自民党が過半数をね維持したなんていう結果になったら、もう最悪ですよ。この日本に未来なんてありませんよという気持ちもあるんですが、まあ選挙序盤戦なんですよ、まだ始まったばっかりなんですけれども、過半数割れ、単独で言うと過半数割れで、与党で言うとギリギリラインだという記事が出てるので、まあ若干はね安心はしてるんですが、選挙の時って2021年の衆議院選挙もそうだったんですが、序盤戦ってね結構こういう記事出るんですよ。2021年も前半は単独過半数割れだ、大きく議席を減らすみたいな記事結構出たんです。でも後半につれてやっぱ自民党ですよね、後半の巻き返しがすごかったんですよ。で、蓋を開けたら2021年の衆議院選挙議席を伸ばしたわけですよね。そういうことを考えたら、あくまでも序盤戦なんですよ。だから気を抜かずにね、しっかり自民党叩き、公明党叩き、与党叩きをしていきながら、令和新選組の議席を伸ばしていく活動をね頑張らなくちゃいけないなというふうに思ってるんですが、まあ今言ったように各党の情勢が出てるんです。で、自民党公明党は言いました。で、維新が相当逆風なんですよ。いろんな紙面を見てもやはり維新は逆風、関西圏でも結構やばいんじゃないのという感じなんです。だから今維新は衆議院で46議席ぐらい持ってるんですが、これね、おそらく減らすと思うんです。28議席、30議席ぐらいになるんじゃないんですか。その一方で立憲民主党は大きく伸ばすという記事がねほとんどなんですよ。だから立憲民主党はまあ大きく議席を伸ばして、野田代表のおかげだみたいなね、みこしを担がれていい気分になる野田の顔が思い浮かぶななんて思ったりするんです。で、気になるところはね、令和新選組なんですけど、これも各紙面まあまちまちっちゃまちまちなんですが、大きな方向としてはね、やっぱ議席を伸ばすだろうという見方が強いわけです。現状維持とか議席を減らすというのは非常に少なくて、まあ、議席倍増とか、あと議席を伸ばすという言葉の方が強く出ているので、ひょっとすると倍増の6議席ぐらい狙えるんじゃないかと、僕の気持ちとしてはね、8議席ぐらいいくんじゃないのかなと。まあ支持者によってね、10議席だ20議席だという方もいらっしゃると思うんですが、まあ、僕の主観でいくとマックス8議席ぐらいいってほしいなという気持ちがあるんです。それでもさ、3議席から8議席ってすごいですからね。だからいかに令和が比例を伸ばしていくかというところがポイントになってくるので、2枚目の投票用紙にはね、ぜひひらがなで令和とお書きいただきたいなというふうに思ってるんです。で、ここで各紙面の見出しの方を見ていきたいんですけれども、これは読売新聞ですね。タイトルが与党が過半数の見通しだと、で自民党単独では苦戦していますよ、で立憲は議席増の勢いだと、で維新は不振だということですね。これ読売新聞ですよ。で、与党が過半数の見通しというのはね、公明党と自民党を足して、まあ、連立政権ですよね。で、ギリギリな感じがしますよというのがこれ読売新聞ですよ。読売新聞のこのタイトルでもね、自民党苦戦してるっていうのは嬉しいですよね。で、続いて産経新聞ですね。自民党、公明党、与党ですね、全国で苦戦していますよと、政治とかね、国民から厳しい視線を浴びせられています。で、ここでもそうですね、立憲民主党が躍進しそうだという感じです。
で続いて毎日新聞ですね。自民党公明党過半数維持の公算台ということなんですよ。まあ議席数は減らすけれども連立与党で考えたら過半数は維持できるんじゃないのかなと、これ毎日新聞の予想なんですよ。でこれが日経新聞ですね。自民党過半数割れの可能性ということです。これ単独ですよね。あの与党ではなくて自民党だけで言うと過半数を割れる可能性、これは日経新聞なんです。で日経新聞も読売新聞も、まあ、自民党より財務省よりだと思うんですが、そういう紙面がね自民党では過半数割れしそうだということを報道しているわけですね。その他にもね、あの時事通信とかどこでしたっけ、ちょっと忘れましたけど、時事通信も単独過半数は厳しいけれども与党でギリギリ過半数いくんじゃないかみたいなね、まあ記事の書き方をしているわけですけど、まあ序盤戦なんでね何とも言えない部分はあるんですが、自民党単体で言うとどうやらやっぱり過半数割れしそうだというこの情勢が出ているので、この調子で大きく過半数割れしていただきたいですよね。できればゼロなんですけれども、その分野党が議席を大きく取っていただきたい。でも野党といっても維新ではなくてね、まあせめて立憲民主党は大きく議席を伸ばしていただきたいし、れいわ新選組ですよね、議席を増やす倍増だという情勢が強く出ているので、まあ6議席から8議席ぐらいは狙っていただきたいし、そういう結果が出てくるように私たちもね一生懸命共に協力し応援していきたいなというふうに思っています。はい、ここで皆様に2点お願いがございます。ぜひ動画を最後までご覧いただきたいなというふうに思っています。早速本題からいくんですけれども、2点目のうちの1点目ですね、YouTube のチャンネルメンバーシップの登録、月額490円からとなっているんですけれども、そちらの方をね登録していただきたいなというふうに思ってるんです。まあ YouTube のチャンネルメンバーシップに登録して何かメリットがあるんですかと言われたらちょっと心苦しいんです。そんなにメリットは正直言ってないと思うんです。あなたに対して何か与えられるものはないのかなと思うんですけれども、とにかくね伊達和則を応援したい、伊達のファンだよという方がいらっしゃいましたら、チャンネルメンバーシップ月額490円ですので、ぜひご協力お願いしたいなというふうに思っています。で2つ目なんですけれども、いやいやいや伊達和則を直接支援したいよという方がいらっしゃるかもしれないんですね。そういう方がいらっしゃいましたら、銀行振込でのご協力ご支援も受けたまわっております。銀行はみずほ銀行になります。で口座情報は概要欄の方に載せていますので、そちらの方を、ね、ご覧いただいて手続きの方を進めていただけたらいいかなというふうに思います。まあ僕としては直接支援がありがたいんですけれどもね、 YouTube のチャンネルメンバーシップとかスーパーチャットになると YouTube がごっそり手数料を持っていっちゃうんですよ。だから私に入ってくるお金というのは非常に少なくなるんですよね。それに比べて銀行振込だとそのまんま私の活動費とかね機材購入費とか、まあ、そういうものに充てられるので、できればね直接支援の方がいいんですけれども、まあ、直接支援でもいいし YouTube チャンネルメンバーシップでファンになる伊達和則を応援するという方法でも構いませんので、ぜひご協力していただきご支援していただきたいなというふうに思っています。ということで本日は2点皆様にお願いでした。以上です。ありがとうございました。